ロジェール・ゲレイロは、ブラジル・サンパウロ出身の元ポーランド代表サッカー、選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2000年、サンパウロ州に、本拠地を置くサンカエターノに入団。その後、コリンチャンス、フラメンゴを経て、海を渡り、リーガ・エスパニョーラ、セルタデビー語へと活躍の場を移す。その1年後、再び、ブラジルへと戻り、ジュベントゥージと契約を交わす。 2006年にレギアワルシャワへと移籍し、リーグ戦101試合に出場した。また、2008年4月17日にポーランドに帰化し、5月27日のアルバニア代表戦で代表デビューを果たした。ユーロ2008にも出場し、グループリーグオーストリア代表戦で代表初ゴールも記録。その試合のマンオブザマッチにも選ばれた。しかし、 ポーランドは3試合でその1得点に終わり、2敗1分でグループ再開となり、決勝トーナメント進出はならなかった。2009年8月27日、エックアテネと4年契約を結び、9月13日のイラクリス FC 戦にてデビュー。しかし、デュシャン・バイエビッチ監督の信頼を勝ち取れずに、移籍期間にはいくつかのヨーロッパのクラブから獲得のオファーも届いた。 移籍期間後はチャンスを与えられ、メンバーに加えられるようになった。ありがとうございます。